どうも高井です。なぜキーワリの人は勉強しないのかについて考えてみたいんですけど、学校を卒業してから勉強する人の割合って1月1冊以上って割合でも10人に1人なんですよ。まあこれって要するに勉強し読書をして勉強して賢くなるってことが自分に対してどれほどの強み、どれほど有利になるかってこともそうだし、どれほど賢くなることが世の中にとってお得になっていくのかっていう話でもあるんだけど、それが理解しづらいっていうのはやっぱり一つなんだろう、年間で100冊く単位あたり最低限読んでないとおそらく実感として得られにくいんじゃないかなっていうのは思うので、やっぱそういう意味でもそこまで読み込んで賢くなるってっていうことがどれほどお得なのかってことをね、理解するためにもやっぱり積み重ねって重要だなと思うんで、こういう動画撮ってみました。チャンネル登録お願いします。この辺りにはボタンを押してください。それでは。